はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスター浄化3プロフェッショナル続きやっていきたいと思います。今回はですね、このねスライダー系とスライダーヒーロー、スライダー死神、スライダークね、スラキャンサー、スライダークロボ、スライムファミリー、勇者スラリンガル、スライダーガール、スライダーキッズのね、まあ、スライダー系とスライダーロボットをね、スラキャンサーとスラリンガルと、まあ、スライムファミリーですね。まあ、ほとんどこれ全部か。全部新キャラですね。新キャラっていうか、今作で復活キャラもあれば、これだけかな、スライムファミリーだけかな、今までいなかったモンスターはね。こんなのも使ってやっていこうと思います。とりあえずね、まあ、いつも通りね、荷物タイプとかね、あと応援パーティーみたいな感じですね。どこまでいけるかわかりませんけど、またやってみたいと思います。はい、ですね。まあ、とりあえずは、これ合体していきますよね、相手ね。始まりの守護者ついてるかもしれないので、とりあえずはね、プレイヤーが、このね、スライダーキッズとね、合体しますと。で、今回は、合体してね、落ちてしまったとて、損はしないようなね、感じのパーティーを組んでるんですよね、実はね。お、神様になった。神様になった、これ、ついてるかな？始まりの守護者。ついてないかな、ついてるかな。まあ、そこ分かれ目なんですけど、まあ、とりあえずメカニックいうとこか。ラウンド0でもいいんですよね。始まりの守護者潰し、ついてそうなキャラは始まりの守護者に潰してしまえばいいんじゃないかなってちょっと考えてるんですよね。これも賭けですよね。0勝と一緒ですよね。だから4枠なので0の衝撃使ってくることはないと思うんですよね。使ったらね、それで番終わっちゃうんでね。だから攻めてくると思うんですよ。だから冥界の切りは、まずね、間違いなく打てると思うんですよね。あ、ついてなかった、よかった。これね、始まりの守護者がついてると硬くてね、あんまダメージ通らないはずなので、いきなりね、究極行動早いの、スライダーガールでね、ラウンド0使ってしまえば2ターン目になるので、猛者ですよね。ここでね、まあ、猛者リザオが効かないですよね。まあ、これなんですけどね、ステルス、これはしょうがない。キャンブルボディ、いいね。これターン終わってしまえば勝ちですね。ただ、これでね、こっちがやられてしまったとて、根に持つタイプついてるんですけど、相手をね、固められるんですけど、亡者の執念状態の時は、固まらないので、こういう感じでね。なので、固まらないでね、相手がね、ずっと攻撃できるんですよ。ターン終わるまでね。なんですけど、落ちた。うん。さて、こうなってくると、こうなってくるとどうしようかな。お、冥界使えるのか。究極ほど速い同士なので、速いものが先動くと思います。なんでこれ入れ替えよう。ここが、硬いものでしょ。で、こう、始まりの守護者、こっちだけついてるんですよ。スラキャンサーと、攻撃系にしようかな。まあ、スライダーヒーローでもいいか。本当ならね、単体で出したくないんですけどね、攻撃なんでね。なので、まあ、ここが、星降りのサンバでいいかな。まあ、おそらくね、合体すると思うんですよね。わかりませんけど、とりあえず、ステルスアタック。あ、合体しない。あ、そうだ、しないよね。そうだよね。落ちたんだもん。するわけないよね。そうだ、相手落ちてるんだ。合体できませんね。ここ、そうですね。まあ、落ちたとて、こっちもね、ライドを解除して、またね、違うのと、ライドすれば、相手もね、ライドできるようになるので、そのターンでね。それ考えてるので、落ちてもね、やっぱすぐ合体するっていう頭があったりするんでね。そうですね。まあ、自分、コマンド入れちゃったので、合体はできないですね。ならば、この間に落としてしまえばいいんですよね。あ、勝ちだ、勝ちだ。もうじゃあ執念ついてるので。お。ヒーロー正解ですね。逆にここで変なの合体したりしたら終わってましたね。スラキャンサーね、硬いし HP 高いので、これ合体されるとちょっとまずかったかもしれないですね。はい、勝ちです。はい、次なる相手です。ですね。これは、マスタードラゴンとグランドラゴン。グランドラゴンを使いますね。ならば、ライドしましょう。このスライダーキッズね、実はね、ちょっとね、またからくりがありまして、
い方難しいですからね、マスタードラゴンね。ラブリー、聞きません。絶対聞かないと思います。はい、応援。ドラゴンバー。身が終わり。マイナス効果。スライムバーン元に戻ったけど、あんまり意味ないですけどね。はい、とりあえず冥界で亡者リザオは消せますよね。あ、始まりついてんのか、ラウンド0の方が良かったかな。ギャンブル5時じゃない、ギャンブルカウンターがついてんのか。あ、休み効果ついてんだ。あ、まあいいや、それはそれで。バイメリット。死んだ番勝座。まあガードしますわね。こっちも同じようについてますので、煉獄火炎。テンプルブロー。煉獄火炎、もう全部ガードしますわね。はい、これでこれで固まってしまったので、まあ、光の波紋って手もあるけど、とりあえずこれでいってみたいと思います。まず1体ずつ、ね、やってみないとね。光の、とりあえずね、状態異常直します。まあ、直してもあんま意味ないと思うけどね。とりあえずどうなんだろう、 HP めちゃくちゃ高いと思うんですよ、相手ね。だからこのターンでは落とせないと思うんですよね、光の刃も。もし振りのサンバ、まあ、いくらか削って相手がね、回復するならするでね、いいんですけど、まあ、冥界の霧がまだ残ってるんでね。はい、これ全体いきます。はい、ギャンブルボディ、地獄の踊り。お、どこに行くか分かんない、そこか。はい、いいね、荷物タイプ。普通の投資ついてるかな、ね、ついてるよね。ついてるんであれば、究極行動早いのスライダーガールがまだ残ってるので、ここでこれはね、祝福の前ってどうなんだろう。あー、ダメか。悪い状態直し、これの方が良かったな、逆に。ならば、守りの切り。まあ、ザオラル使っても間に合わないかな。ここにお裾分けあればちょっと良かったんですけどね。守りの切り。100で打ってくるので、とりあえず100は耐えれるんですよね、こうなってくると。まあ、削っていくしかないですよね、ここからね。祝福の前。まあ、回復しますけどね、絶対落ちますよね。まあどうしようか迷いましたけど。1000だったら、絶対落とされるので、攻撃。これ休み効果ついてますよね。はい。とりあえず。あ、落ちなかった。これ根に持つタイプ。ね。守りの切りついてるので、まあ、あの、100の攻撃はね、防げるって感じですね。不屈の投資でこれ攻撃終わりと。終わって、終わってここでまた冥界の切りやれば、あ、変えてくる。あ、合体解除か。合体解除して入れ替えるのかな、どうなんだろう。入れ替えてもいいですけど、入れ替えてもどうするのかな。冥界の切りとかゼロ種やってくるかな。とりあえずこのままいきます。分裂してね、片方がゼロの衝撃やってきたら落とされるので、あ、だったらそのまま星降りのサンバでいいでしょう。お、何もついてない。ということは裏メンバー。でもこのままいきます。お、アスラゾーマとプチッと砲。これは冥界の切り行こう。ね、合体してみますよね。合体してくるってことはゼロ勝の心配がないので、まあ、そう見せかけてね、あのもう一発勝負でゼロ勝使ってくる相手たまにいるのでね、それでまんまとやられるときあるので、それが怖いですよね、やっぱりね。まあ、アスラゾーマだったら使ってこないと思うんですけどね。キャラによりけりですね。使ってきそうなキャラっていうのはやっぱいますからね。はい。これ1枠4体なんでね、晴天の霧でも使わない限りはね、あのダメージ限界突破しないので。お、反撃のロス、テンション、アップ、攻撃。これ落ちたかな？ね、落ちたよね。落ちて、根に持つタイプ。はい、ってことは相手も固まってるので、このまま行けばいいんですけど、コマンド入力できませんよね。相手が合体解除すれば、こっちがね、合体解除して、その後に合体すれば、コマンド復活なのでね。だからこっち、あっち絶対合体してくると思うんですけどね。合体しないことにはプチッと砲だけで動くことになるので、
プチット4だけで動くんだったら合体した方がね全然強いのでね、合体してくると思います。そしたらこっちコマンド入力できるので、スラキャンサーで、ね、身代わりしてね、あとステルスアタックで倒してしまえばいいんですけどね。あとスライダークロボが余っているって感じなのでね、はい、こういう感じです。先ほどの対戦でねちょっと勘違いしたのが、合体しないんだろうっていうのがこういうことですね。はい、合体できるわけです、これでね。なのでこちらも合体しましょう。合体してライド合体、ただここでちょっと心配なのが、まだ冥界の霧残ってるので、変にね、聖剣の霧とか使わない方がいいかもしれないですね。ちょこちょこ削れば倒せるので、まあ、ハイテンションでいいかな。これハイテンションついてるんですよ。死神、スライダークは。おてんば姫。これね、こっちもついてます。このね、プチッと4だけついてるね、特性なので、引っぺがして、スライダーヒーローと、この死神スライダーク両方についてますね。まあ、どっちをね、下にしてもよかったんですけどね。お、スラサー来た。おお、最後の剣発動。食らいますね。失敗しましたね。あっちの方が早かったか。ギャンブルカウンター。聖剣好き。はい。危なかったですね。なんでこっち1体しかいないですよ。じゃあ。なんかこの、やばいスライダークで倒すしかないってことです。ハイテンション。おー、何もついてないんだったら逆にさっき失敗しましたね。聖天の切り使っておいたが良かったって話ですね。なので最後まで気は抜けない戦いでしたね。はい、ラッキーザラキに持ってこいのでレオパルド出てきましたけどね。なので、またね、失敗しないようにね。最後の楽園がね、冥界の切り状態だと、まあ、生き返れないんでね、まあ、全員食らいますからね。明快ですね。なので使いどころ間違えるとやばいのでね、これステルスアタック来るかな、ちょっとわかんないですけど、ならばここでね、遊びの前も、いや違うな、テンションパサーって手もあるけど、そうだね、これか。まあ次のターンって手もあるしね。一応開くとき怖いんですよね。冥界の霧使うのが。ああ、これランドゼロのが良かった。ただ一旦損するって、こっちもね、始まりの守護者がついてるので、おたけび。おお。これで全員食らっちゃうんですよね。はい。ね。こういうことです。なので、ランドゼロ使った方が良かったってそういうことですね。まあ、固めてしまって、普通の投資かな？あ、ないか。ないんだったら、ないんだったら、こう固められてるから、とりあえず、何ですか、光の刃も。これでいけばいいと思うんですけどね。お、ゴッテストメタルキング。はぐれメタルキング来ましたね。光の刃も行きますか。光の刃も、待った、光の刃もより、あちらも変えてきたんだったら、もうベーラだけなので、ベーラだけなので入れ替えよう。後ろ二つだけ入れ替えようかな。だったら一層、あ、これの方がいいな。うん。これで究極的な合体ハグレメタルキング来たので、こっちの方がでも早いんですよ。それが救いなんですよね。ギガタメトラ多分効くと思うんですけど、効かないかな。からの身代わりの、はい、これちょっと厄介なんですよね。はい、こっちの方が早いですね。スライダーガール早いっすよ。これで結構ダメージ食らしたんじゃないかな。ラウンドゼロ。素晴らしい。これ冥界の霧でしょ。冥界の霧、身代わり。あとは、おたけび効くかな。あ、フィニッシュ。勝ちました。はい、ですね。まあ、今回はこんな戦いになりましたけど、また使います。というのがね、
また同じかっていうね、ちょっと見ていただかなければいいかなと思うんですけど、せっかくね、作ってね、これで終わってしまったらもったいないので、作るのね、結構すごい大変なので、やはりね、本当に、まあ、できることなら、まあ、リクエストにね、答えつつ、まあ、ナンパとかね、やりたいんですよね。ってことは、まあ、リクエストでね、まあ、モンスターは作ってるんですけど、作るまでにやっぱ時間かかってね、やっぱ他のこともちょっと、やっぱり昼の仕事もやってますし、やっぱりね、作れる時間作れない時間あるので、まあ、作れるまでね、今度からそうしようかなと思いまして、次のモンスターができるまでは、やっぱり今までね、作ったモンスターね、やっぱり何回も見たいですよね。まあ、そういうリクエストもあったのでね、まあ、それもやっていきたいですし、だからグランエスタークメンバーとかね、やっぱSアークメンバーとかね、またやってみたいと思いますしね。で、その間にまた出来上がりましたら、またね、モンスター使ってやっていったりとかね、だいぶモンスター出来上がったので、まあ、次のね、新モンスターができるまではね、まあ、こういう感じで繋いでいこうかなと思います。じゃないとね、ちょっと持たないかなと思って、自分の体がちょっと持たなくなってきたので、そこちょっとね、ご理解いただけると嬉しいと思います。でね、やっぱ変えると、なんで手抜くんですかって言われるんですけど、ちょっと手抜くんですか、手抜くかもしれないけど、ちょっとね、体ね、ちょっとね、不調なんですよね、実はね。なので、そういう感じに撮らせていただいてよろしいでしょうか。ダメでしたらコメントにダメですって書いていただければ、新しいモンスター作ってやりますので、まあ、自分でやるって言ったのでね、最後までやり通したいのでね。なので、もう本当に倒れてもやりたいと思いますので、そこはね、そんぐらいの気でいるのでね。なので、まあ、とりあえずは、死神スライダークとかね、いろいろモンスター作ったんですけどね、スライム系ですね。だからこれと、またね、違うメンバー、だんだん増えてきてね、悪霊の神々メンバーとかね、魔王ゾーマのしもべとかね、いろいろいるのでね、ピサロメンバーとかもありますし、あれですね、ドラケー5のね、ミルドラースと、ゲマと、ジャミゴンズっていうね、あそこら辺もいますしね、あと、6のデュラン、ムド、ジャミラス、グラコスとかね、4四天王みたいなね、4つのね、魔王のしもべですね、あんなもいますしね、で、逆にオルゴデミーラと神様メンバーとかも、いろいろあるんですよね。やってくださいっていうのが。なので、出来上がるまでに、やっぱりね、こう一日であげようと思ってるとね、やっぱすごい大変なんですよね。なので、出来上がるまでそれでご了承いただけたらいいかなとご理解いただけたらすごく嬉しいですね。その代わり、手抜かないでね、やっぱり対戦はやっていきたいと思いますのでね。で、出来次第、また配信ってやっていきたいと思います。その方がね、やっぱ長く続くと思うんですよね。自分でちょっとすごい考えたんですけど、それでやっぱ出してると仕事してても仕事してないんですかって言われるのはやっぱりそう、ものすごい精神的に来るんですよ。仕事して帰ってきて、動画作ろうと思ってね、YouTube 開いてニートですかなんて書いてあると、すっごいね、やっぱイラッと来たりするので、なんでこんな大汗かいて帰ってきてんのそんなこと言われなくちゃねえんだろうと思ったりするので、やっぱりそれでやったらね、やっぱ自分の体大事なんでね、やっぱそういう感じに撮らせていただいたり、まあそれでもね、やれよって言うんだったらやりますし、なのでね、やっぱ逃げてるとかそういうわけではないのでね、そういうね、やっぱ脅し系のコメントとかめちゃくちゃ来るので、なので、そういうね、変なコメント見かけたら、もう本当に横に、コメントの横にね、報告しますかってあるんでね、それで、ね、じゃんじゃん送ってくれていいのでね、まあその、報告するときに、下にね、カズボさんがやっていいって言ってましたって言えばね、別にいいのでね、それで文句言われようが何言われようが、まあ痛くもかゆくもないので、それでね、間違ってしまいましたって言ったら、ツイッターとかにね、ね、間違ってちょっとこういうこと書いたとかね、普通に悪気なくて聞いたっていただければ、まあ、自分も鬼じゃないのでね、わかりました、ちょっとね、自分もちょっと過剰になってました、みたいな感じでね、何回もやりとりあるので、まあ、それをね、ちょっとなるべくちょっと減らしたいかな、と。なのでね、そうやってくるとやっぱ頭の回転も良くなるし、モンスターのね、やっぱ作る時のね、なんでしょうかね、ね、いろいろ作戦とかも考えつきますよね。やっぱ一個考え事をしてるとね、やっぱ一個なんか抜けてたりするんでね、そこはね、やっぱりちょっとね、自分で嫌なところなんですよね。なので、今回こだわりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。